チャムチュリースクエアは、バンコク、タイにある、高層商業施設。チャムチュリースクエアプラザ、チャムチュリースクエアオフィス、チャムチュリースクエアレジデンスの3棟から、なる、ビル群を、チャムチュリースクエアと呼ぶ。所有者、管理者は、チュラロンコン大学。1994年に建設が始まったが、1996年に一度、建設停止。2005年に再開された。 完成は2008年。オフィスタワーは全員40階建て。高さは173メートル。2009年の時点ではタイで38番目に高いビル。2015年12月時点でのチャムチュリースクエアプラザ内の施設数は98点。チュラロンコン大学が所有する商業施設チャムチュリースクエアは株式会社シャムテクのシティとタイファーマーズバンクの所有する ベンチャーキャピタル、ロクスリーグループ、さらに日系企業のザ・ジャパン・インターナショナル・デベロップメント・オーガニゼーション、株式会社大清水によって建設された。現在の運営は、チェスター・トン対プロパティ・コンサルタンツが行っている。1994年に工事が開始され1997年に終了する予定であった。工事費は70億バーツ1996年、経済、 経営の不振により、13回までの工事しか終わっていない状態のままプロジェクトは一時停止となった。従来のプランは1997年の通過危機の際に見捨てられることとなった。2002年、プロジェクトの責任の一端を担うチュラロンコン大学がプロジェクトの復活を決定。さらに3億バーツの予算を投じて工事に着手した。 その後、洪水などの影響により工事の遅延などはあったが2005年末には70%の工事が完了。本完成は2008年の7月9日となった。チャムチュリーオフィスタワーは40階建てのビル。駐車場は2階から10階。レジデンスタワーは23階建て。スタンダードの部屋が126部屋。30年の長期分割払いでも購入できる。 チャムチュリープラザにも直結している。チャムチュリースクエアはザ・エルテインメント・ゲートウェイとなることを理念に作られた複合商業施設。総面積は22,300平方メートル。本屋、レストラン、教育機関、サービス業などの店舗が内部を占める。さらに館内にはチュラロンコン大学のブックセンターも展開されている。チャムチュリーオフィスタワーの高さは173メートル。 タイでは38番目の高さ。2009年現在、チャムチュリーオフィスタワーは89,029平方メートルのオフィススペースを誇るビルである。アジア通貨危機以前では、タイ王国最大のオフィスビルであった。ありがとうございます。